京都市役所は地方公共団体である京都市の執行機関としての事務を行う施設である。団体の長は京都市長。本庁舎は1927年竣工。政令指定都市の市役所では一番古くからあるものである。2021年4月時点の市長部局等の組織は次の通り。他の政令指定都市に比べ市民一人当たりの市税収入が少なく、 財政基盤が脆弱である。大学の町であることや、古い町並みが残っていることが税収面では、弱みとなっている。2019年度の普通会計では、歳入は、地方税、国庫支出金、地方債、地方交付税、京都府支出金の順に多く、歳出は、民生費、教育費、交際費、土木費、総務費、衛生費、商工費の順に多い。 歳出総額の22%を人件費が占める。早期券全化基準に関する指標の超過はなく、前回計の資産残高は2002年度から2.1兆円前後を推移し、臨時財政対策債を除く部分は減少傾向にある。地方財政再建促進特別措置法の規定による、財政再建団体には1956年に、 指定されたことがあり、21世紀に入ってからは2001年10月に財政非常事態宣言を行っている。2008年7月23日に角川大作市長は同市の都市経営戦略会議で2011年度の実質赤字比率が推計で27%に達する見通しを発表し、財政再生団体への転落を示唆したが、 行財政改革により2010年度から2019年度まで黒字が続いた。2020年、2028年度に財政破綻する可能性を公表し、翌年、このままでは2024年度に交際召喚基金が枯渇し、財政再生団体になる恐れがあることを表明した。会長時間は次の通りである。耐震性の不足や老朽化。 スペースの集約拡張などを理由として、本庁舎の耐震改修と、西庁舎、北庁舎の建て替え、北側への分庁舎新築について、2017年5月に工事が着工された。第2期工事前の本庁舎市庁舎整備計画に伴う、本庁舎前広場の工事状況現在の、本庁舎は、京都市会議事堂内への会長から数えて3代目に、当たる。 本庁舎前の広場ではたびたびイベントが開催される。増改築後の本庁舎は2021年9月から共用が始まった。西庁舎の再整備は2019年3月に完成し、地下2階、地上4階で、延べ床面積は約3200平方メートルとなっている。北庁舎の再整備は2024年度に完成予定である。本庁舎や、 北庁舎などの敷地からおし向時通を挟んだ北側の敷地にある。妙曼寺の跡地であり、同じ敷地内に京都市消防局の本部庁舎がある。外郭団体など京都市の出資比率が4分の1以上である。主な関連団体は次の通り、京都市独自の取り組みとして、次に挙げるような自治体間の連携組織に参加している。 京都市の所有する200平方メートル以上の常設の建物施設は1450件。区役所、消防施設、小学校、中学校、図書館以外の主な施設は次の通り。ありがとうございます。